はい、こんばんは。まず告知から。金曜日のですね、10時からと、金曜日の7時から、僕の卓球教室やってますんで、動画見ていいなと思った方は、ぜひ来てください。あと、年末年始もね、毎日やってますんで、うち納め、うち始め、まあ、新年会、なんでもよかったら、使ってください。今日は体重移動の話ですね。体重移動。みんなね、多分体重移動ってこれ右利きの場合はね、右から左って多分習うと思うんですよ。右から左で、なんかこれしか大体教えてもらわないんで、なんか体重移動イコール右から左みたいな、ずっと思ってるというか、それしか知らないと思うんですけど、まあもちろん左から右もありますね。左から右、右から左とか、ね、左から右とか、左から右、あのフォアにとっさに来たらね、左足蹴って右足にこう体重いきますよね。左から右ですね。まあ余裕があったら右から左で踏み込んでいくっていうのもあります。あとはまあここが右から右、左から左、まあこれですね。このまあここがまあ特に大事なわけですね。右右左左っていうのは、まあ、卓球で一番よく使うフットワークだと思います。右足に体重が乗ってて、右足を蹴って右足で着地すると、でまあドドンと取って戻っていくと、右で蹴って右で着地する、まあ左で蹴って左で着地する、右右左左同速ですね。同じ足のその体重移動、右からさらに、まあ、右で蹴って右で着地、左で蹴って左で着地、まあこれがまあ7割ぐらい、これでこれ3割ぐらいと思ってもらったらいいんじゃないかな、使う頻度で、右から右っていうのは基本的にフォアにバッと突っ来た時とかに、フォア側に来るボールに対して右から右ほとんど使いますね。でバック側に来た球は左から左を使うことが多いと思います。だってボール右に来てるのに、右に行ってまた左に戻ってくるってあまりしないですよね。右に行ってそのまま一回右に行って、でまあ戻ると、右に一歩出してバーンって打って、右で着地して、でこっち戻ってくるというような流れが多いと思います。じゃあ右左ってじゃあどこで使うねんって言ったら、チャンスボールとかですね、手前の浅いボールを前にバーンってこう踏み込んでいくときっていうのが、フィニッシュボールですね。フィニッシュボールでいいかな、うん、フィニッシュボールなんかに使うのが右左だと思ってください。まあ卓球って大体スマッシュとかね、そういう最用のボールからまあ練習するんで、いきなり卓球しましょうってサーブからやる人ってあんまりいないですよね。まずはスマッシュや、フォア打ちしましょう、スマッシュしましょうとか、大技からやってて小技いくんですけど、大体右左っていうのはこうちゃんと最後踏み込んで決める時のそのボールですね。で左から右っていうのは台上処理の時に使いますね。台上よく使います。もちろん右から右で台上行ってもいいですけど、まあ普通は左右で行くことが多いかな。前に出る時の、前に出る台上処理する時のフットワークで左右っていうのはよく使います。あとはとっさにパッとこうフォアに来た時、なんかこうなんですか、ミマパンチみたいな、あのも左右だと思うんですけど、まあ、台上左右っていうのは台上で、右左っていうのはもう決定だ。であとはまあ右右左左でこうやっていくということですね。まあ上下とかまあそういうのもあるんでしょうけど、まあ基本的には足が2本あるんで、右から左、左から右、右から右、左から左っていうね、この4通りがあると思ってね、この辺をね特に意識して練習してもらうと、今までできなかったことがねできてくるのかなと思います。特にねフォア側に来たボールね、もう右から左と思ってね、右足に体重乗ってないけど、次左足出るから足がこう交差してしまって、なんていうかね、帰ってきたら次もう体がひっくり返ってますんで取れないという方も多いんじゃないかなと思います。基本的には右で出していきますからね、
よっぽど決定だが打てる状況じゃない限りは、次帰ってくるのに足がこうね、交差してたら不利ですからね。まあそんな感じ。まあこれもうその場面その場面で正解があるんで、ちょっとまあ一概には言えないんで、習ってる人にね聞いてもらったらいいと思いますけど、詳しくは、うん、右足で蹴って、右足で着地するっていうのが右右、左足で蹴って左足で着地するっていうのが左左っていうことですね。はい、まあここ4つありますんで、よかったら意識して意図的に使ってみてください。ありがとうございました。